はい、こんにちは。次に紹介する漫画は、この駆除人っていう、あの漫画ですね。えっと、作者の名前は、漫画は朝川刑事、原作は花黒子っていう人の作品ですね。まあ、この漫画はもう、まあなんか駆除業者、要するになんかゴキブリとか、 ネズミとか、まあ、外虫とか、外虫が家に入った時に、なんか、あの、駆除する、まあ、駆除人っているじゃないですか。あ、あと、スメバチのいら、スメバチをなんか撤去したりとか。まあ、そういう、その、それをやってた主人公が死んでしまって、異世界に転生するという異世界転生もんですね。で、あのー、まあ、例えばなんか、この異世界でもやっぱり駆除人の仕事するんですけど、まあ、 その、異世界ではない、あの、殺素材を使って殺したネズミを森の中に捨てたら、その、そのなんか殺素材食べた、なんかあの、まあネズミを食べた魔物が、ま、魔物がなんか死んでしまって、その魔物がすごいレベルが高かったと。ということで、この主人公、レベルがめちゃくちゃ上がっていくんですね。で、そのチート能力を使って、あの、活躍するっていう、まあ、話なんですけど、 んなかなかこれ、あのー、まああの、苦労せずに強くなっていくところが、なんかずるいなっていう感じがして、あの、まあ、面白かったのと、まあ、この人公自体、どんなにレベルが上がっても、まあ、なんか、もう、その、魔物退治する依頼じゃなくて、ゴキブリを退治する。<laughs> ゴキブリを退治、まあ、なんか金持ちの家に、まあ、 今日、今日の予定だけでいいからゴキブリ大使でいいやって感じでなんかあの、のんびり生活していく姿も、あの、もう本当にすごいレベルあるんですよ。あの、この漫画の中で、あの、昔魔王を倒した勇者っていうのがいるんですけど、その勇者のレベルが55だったそうなんですけど、古神行のレベルは、この一巻の終わりでは、レベル70です。それなのに、あの、もう、 冒険者の中で一番ランクの低い G ランクの人でもなんか馬鹿にしてやれない。ゴキブリ退治をなんか生計を立てるっていうとこもなかなか笑える話だなと思いました。